どうもグズです。今日はまた久しぶりに音に関するお話をしたいと思います。最近音に関してはやたらハイレゾハイレゾっていう風に聞くようになったじゃないですか。まああんまり聞かないよっていう人もいるかもしれないんですけど、最新のスマホとかね、あとはエクスペリアのタブレット系とかハイレゾの音源に対応してますよって歌ってるものもどんどん出てきていて、グズさんが使ってるウォークマンもそうです、ハイレゾ対応してます。ただ iPod や iPhone ってハイレゾの音源基本的には対応してません。今回は iPhone でハイレゾの音を楽しむための必要なものっていうのを簡単にご紹介したいと思います。まず一つ目は iPhone 本体ですね。これ iPod でも構いません、 iPad でも構いません。でこれもいろんな種類があるんですけど、ポータブルアンプっていうのを用意いたします。あとはハイレゾの音の帯域をカバーできるヘッドホン、うずさんちょっとこのライトニングケーブル短いもの持ってるんですけど、これは iPhone に付属で付いてる標準のライトニングケーブルでも大丈夫です。これを接続します。今ねちょっと繋がった感じで、こちらのポータブルアンプのヘッドホン端子の方にヘッドホンの端子を差し込みます。もうこれで OK、 これで iPhone でハイレゾの音をいい音で聞くための準備が終わりました。ただ注意しなきゃいけないのが、 iPhone はハイレゾの音を再生するアプリというのが標準では入っていません。で私がよく使うのは HF プレイヤーといって音響さんが提供している無料アプリになってます。こちらのアプリはハイレゾの音源も再生できますので重宝してます。ただ、ハイレゾの音源を再生する場合、基本的にこちらのアプリは1000円の課金が必要になってます。で、うちさんはこの音響のポータブルアンプを選んだ理由の一つが、こちらのアンプをデジタル接続するとその1000円の課金はせずにハイレゾの音源を再生することができます。それなのでこの音響のポータブルアンプは重宝しています。 iPhone でハイレゾの音源を楽しみたいっていう場合は結構ね、こんな風にガジェットが追加で必要になります。だからなかなかねちょっとお金がかかったりするんですけど、こういったね環境を揃えられる方は iPhone でもハイレゾの音源楽しめますので、ぜひ楽しんでみてください。お前なんで来たんだよ。もちろんヘッドホンの方はハイレゾ音源対応しなくて、通常のヘッドホンでも十分いい音で聞けるんですが、できればやっぱりハイレゾの音を楽しむという意味では音の帯域を広く伝えられるヘッドホンがあった方がいいとは思います。本日は iPhone でハイレゾの音を楽しむためのツールを簡単にご案内させていただきました。これは一例ですので、もちろんヘッドホンだってアンプだっていろんなパターンありますので、皆さんが自分で気に入ったものを選んでいただければいいと思います。ではまた別の動画でバイバイ。ゆうはさん、この後幼稚園行くん？うまうん、それなんだ、コマで遊んでやがる。はい、じゃあ準備してよ。